ったらさ、ダメやん、早くお風呂入ってよ。ダメとしてもよ、お風呂、ま、入っとかされても、待っと、いや待っとくけど、うん、もう充電がない。本当？で、楓早く寝たいし、なんとも全然思うとかね、めっちゃ離れたとこにつなげって、ちょっと抜けてるからな、こうね、ここか、うん、あー、あったね、あ、本当だ、こっちの方がつながった、うん、入る？あ、あの、12時までにお風呂から上がってください。20分ぐらい、あと22分また22分で上がればいいと、でも10分10分10分え、10分で上がれる？15分、厳しい、ぬくもらわない、ちゃんと30分、まあいいやん、寒かけぬくもらしてやってよ、分かった、え、私10分でお風呂入れるもん。何場所が長風呂することがありますか。え、カエデめっちゃお風呂早いよ。昨日は水がしか出らんかった気もするけど、ちょっとね、調子の悪いんでしゃま、うん、あ、今日結構びっくりするよ、お湯から水になった時。え、今日あったかい、ちゃんと。いや、シャワーはまだやばいかな、はい、湯船は作らんで、作らんでいい、いや、湯船作らんば、溜めてあるよ、うん、あ、やばいやばい、グッド消化終わった後に消すと忘れた、あ、眠いんじゃ、眠いか、だって今日8時に起きたもん、ね、5000人の方ありがとうございます。お話に付き合ってくれてありがとうございます。お疲れっち、ありがとうございます。お疲れっち、今日は三が日ですね。みんななんか美味しいもの食べたかな、食べましたか皆さん。おせちお餅、お餅、お餅食べてないね、うん、食べました、うん、おせち食べたんだ、みんな偉、なんかきちっとしておせちってあんまり食べたことないね、うん、食べたことないね。カレー作りました、だっていいですね、カレーいいよね、美味しいよ、カレー大好き、うん、吐く吐く、なんか寝ぼけとらん、寝ぼけとる、お雑煮は食べてない、餅っちゅうものを食べてないですね、戻ってきた、え、まだ入っとらんと、厳しい、よいしょって、あ、そば慌てんでよかけんね、え、いいよ、ゆっくり入っていいよ、言われたら、ちゃどうしようどうしよう、洗わんで出てくるかもしれん、髪ばぬ、髪と体を濡らしてから寒いけんね、まあ、いいかいにゃんちの雑煮、雑煮、雑煮ってあんま食べる習慣なくない、うーん、そうね、鍋とかにも持ち入れんしね、いつもなシャワー浴びるだけガラスの溶水あという間だよ、おお、チャレンジャーやね、今の歌は何でしょう、分かった人には、分かった人には100万円、バウソです、ダメよ、嘘ついた、ごめん、あ、正解、バスルームトラベルです、いつの間にか線が抜けてたかも、ぐるぐると湯が渦巻いて、排水溝に流されてゆく過去の
すべて。尾瀬さんと小池さんとネイルさん、なんだこれ、アバみんなカステラかわらわら。そうです、これは私のオリジナルキャラクターです。壇上全部カステラかな。私は長崎出身なのでカステラで、あと猫が好きで猫17匹飼ってるので猫の耳をカステラにつけて、で赤と緑のサイリウムカラーなので赤と緑のサイリウムをカステラに無理やり持たせたアバターとなっております。これはですね、皆さん星を1個投げたらもらえるのでもらってください。100万円もらったらそのまま券買えばいいやつです。そうですね、一生手つないでられますね。そういえば名前あるのこのアバター、そうカステラニャンです。カステラはカタカナでニャンがひらがなです。そう無理やり持たせてるんですよ。だってちょっと見てくださいよ、これ右手にサイリウム持ってるけど左手の手の形状を見てもらっていいですか。あの棒に丸が生えてるだけなんですよ。だからこの手はあの棒猫型ロボットと一緒でちょっとね丸くて多分指はないんです。だから多分指がないけど無理やりあのサイリウムを持ってくれているっていうことですね。以上以上アバターの説明でした。まあ、5436人の方全員ね、あの全員着替えてもいただいてよろしいですかね。キムチンドラえもん方式、そうそうなんです。あなたも着替えてください、早くその服を脱いで。全員一回あの服脱いでもらってカステラ着てもらっていいですか。強制。わわわわわわわ、自分がいなくなった、やばい、なにこれ、おおめっちゃズームになってびっくりした。着替える、ありがとうございます。あーずんさんのやつ、あそれはいいですよ、長なくて。着替えた、ありがとうございます。着替え方わからない、えアバターを押すんだよ。みんな気に入ってくれたみたいですね、無理やり着せたのに、優しい。もう今日から開念推しですね。あなたは今日でかいにゃんのチーフルチームです。ちゃっかり合いの手入れてくる。これはあーちょっとメンバーさんの着てる方はちょっと無理強いはちょっとできないですね。磯貝かのあはい着ててください。秋吉ゆかさん、あ着ててください。秋吉さんはコンサートで見たことある。こんばんはフル、着心地いいってほらね、やっぱりカステラ 100% 卵と卵はね、長崎さん冬ちゃん着てるやん、冬ちゃんの自画像。ね、そうアイリンさんのも多い。アイリンさんにはサイリウムカラーを継承させてくださいって言って継承したので、アイリンさんのもここで着てていいです。あの全然チビアイリンさん無意識の衣装、かわいい。僕たちの無意識は一体何いいのか。エゴユーナさんが好きです。さん
長崎ハウステンボス、いかがでしょうか。韓国で遊び行こうのですが、韓国の方かな、ぜひ来てください。カムサハムニダーサランヘヨーシェイシェイ、間違えた。ねえ、なんか知っとる韓国語。うん、マシっすよ。なんか何それ、カステラニャン結構ね、うん、有名人。あ、そうだ。これでね、長崎を PR していきたいですね。ぜひ皆さん、いろんなとこでそれ来ててください。あ、そうだ、ハウステンボスね、おすすめですよ。めっちゃ楽しいです、ぜひ来てください。あ、すごい、韓国語でコメントしてくださってる、ありがとうございます。サランヘヨ、なんだろう、アニョハシムニカって言った方が、何、アニョハシムニカ、アニョハセユリ、なんかアニョハシムニカって言った方が、アニョハシムニカ、ちょっと韓国語、韓国語になる、英語、ユユナさん、私もサランヘヨ、ユーナエゴサランヘヨ、センキュー。ちょっと読めんな、ハングルは。後で調べ、サーヤにカイニャンテンション高いと聞いてきたら本当だった。え、恥ずかしい、バレとる。あー、さやかちゃん、なんで知ってるの。知っとらせやろ、それ。でもさやかちゃんには楓が変人ってことバレとるけん大丈夫。タンシヌルサランヘってどういう意味やろ、難しい。長崎って行きづらくない、行きづらくない、みんな来てね。7時間しかかからないよ、名古屋から。遠いでしょ、なかなか帰れないんだよね。だから韓国語講座できんよ。7時間で笑われた。そう、時差あるとかな、時差はないと思う、ないと信じたいよね。飛行機使っても7時間なんだよ。あの福岡までの飛行機が安いので、長崎空港までのはめっちゃ高いから使えん。何、韓国語の、うん。長崎海きれいですよ、ぜひ皆さん来てください。私の生まれ育った県に、本当にいいところなので、名古屋と同じぐらい。私は今は名古屋の女なんですけど、地元も大好きなんで、みんな来てください。あ、地下ハムニだって、おめでとうございます。長崎は本当ですか、来てください。家から空港まで1時間半ぐらい
かるんですよね。それで飛行機で1時間ちょっとぐらいかな、ちょっとかかるかな。私が予約とか取るのが下手なのかもしれないけど、6、7時間かかる。あんまり話さない方がいい。そっか、そうですかやめといた方がいい。危ね危ね危ねっち危ねっち上がりました。パンツ一丁ですか。記録はでで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 15分ぐらいじゃない。素晴らしい。パチ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 。今日のパンツは黒。そんなこと言っていいと。ダメ。今日は8パックだそうです。8パックになりたいそうです。8パックになりたいそうです。どうぞ。おやすみ。もう寝る。ミックスジュースを飲みたい。今日私アボカドのジュース飲みました。寝坊せんことね。やばい。なんてやばいかもしれない。寝坊早起き最近してない。目覚ましばっかけと頑張る。忘れ物せんことね。あ、あれビブス、あのカゴの中。今日、ん？今日じゃなかった。文明堂のどら焼き有名って聞いたけん食べてみたい。おお、食べてみてください。文明堂といえばカステラじゃない？ブンブンブン文明堂のカステラ。ソウルから長崎まで1時間20分だって。近いね。じゃあ遊びに来てください。ぜひハウステンボスに。アボカドのジュースはアボカドの味がしました。美味しかった。